あなたみたいな野蛮人に音楽は無理だわ。カミソリのように鋭い瞳をした少女は出し抜けにそう言った。足元には砕け散った楽器、その残骸を悲しげに見つめた彼女はもう帰れと言わんばかりに古びた人形をこちらに投げつける。この書き出しから始まる小説を読んでなんじゃそらと思ったシーン、このお題では他の人の回答をこの小説のシーンとして扱っても OK です。この書き出しから始まる小説を読んでなんじゃそらと思ったシーン、このお題では他の人の回答をこの小説のシーンとして使っても大丈夫です。5分間スタートです。お昼かそうい、なんか古びた人形の挿絵があったんですけど、めちゃくちゃ呪われてた。吉田稲さん、僕は砕け散った楽器をセリアのビニール袋で持って帰った。カラワキ、僕はスリーコインズから出ていった。これ去年のスイッチ杯で出したんですけど、出したというか王さんが出してたんですけど、俺が好きだったので買い回しました。絶平さん、あれは5年前五反田が五反田と書かれていた。ジャージの顔、ジンジンジジンジン音楽。おひれがすごい。そのバッグは半年前に潰れたセリアのバッグだった。セリア出てきた。吉田稲さん、愛はヤバンヒューマン。あっちゃん、あっちゃん、ジャージの顔、セリア。余裕白書みたいなセリア。手すり野郎、オーイエーイチュー。明日か、床から扇風機が生えてきた。扇風機が今生えてきました。明日かさんも前回スイッチでやってた気がする。お昼かすごい、まっすぐ勝負してない。うんこの差し入れがあった。から、からまき、100円も出せないようなやつが100均かだめだ。チャンドゥジャージの顔、古びた人形キャッチゲーム。今日一日のハイライトみたいな。絶縁、一日一個楽器を直す、2年もかけてオーケストラを。武勇伝だ。ちゃんと武勇伝やってた。オフィンカス多い。俺もいるぜダイソー。あと3分。ジャージの顔、お風呂に溶かす人形だった。あのお風呂のやつね。絶縁、またそのみんなコストコで。手すりやろう、いっぱい音楽を聴かせた野菜炒めは。お昼かす多い、意味はないけれどむしゃくしゃしたから。ギターのピークを粉々に。吉田稲さん、音楽は無理でも板前はできる。はぁ、ちょいなちょいな。あと2分20秒。長く感じる。ちょっと今日一情報量が多いかもしれない。おけんかす多い。メロスは激怒したって、がっつりメロスのパクリが出てきた。ジャージの顔、人形はまたし、カミソリはユウコという名前だった。吉田稲さん、うん、古びた人形のカミソリスライダー。いきます、カラオケ、やってまフルート。もう今日飛び越えたらダメだよ。絶対です。粉々になった楽器からZの煙が出ている。おフィルカス多い。手すり野郎さんがキュンキュンキュン、カミソリちゃん。ほらほらほら。冬の鬼30人組だよね。明日か、野菜炒めが訪問してきた。あと1分15秒。絶縁、決まる、人形を投げつける快感。ジャージの顔、強打者の人形だったのに足が太かった。お昼かす多い、やった、生活保護が倍になった。吉田稲さん、砕け散っても安心、俺の楽器は残骸の骸みたいなクラリネットだ。カラマキ、人形5匹でやるせえな。この場にすらいねえじゃねえか。コツミツのね。
ティーソン見ないあと30秒みんな組手を見てくれててありがとうね組手シリーズねまだ30人組手もあるんでね、金巻例えばみんなが何気なく奏でてるあと15秒、絶対人形に向かってあなたメルヘン界で浮いてるよねってお釣りやろうどすこいどすこい野菜とめお餅お生活多い音楽は無理だわ略してオンム吉田さんあなたみたいな野蛮人に音楽は無理だやってやろうじゃねえかバカ野郎やるわ9番の1、2、3、4、5、6僕たちは先生と生に戻ってくる吉田インダさん杉谷音楽やれや杉谷杉谷手すりやろうこんばんはマッチですリムキューグさん別にボロボロの服でカビストリーに飛び込むジャージの顔人形明日か大層になかったらセリアですねオペルタス多いハンバーガー